さあ今回はコメントでねリクエストをもらったので、それをね実現するようなビルドをちょっと考えてきまして、まあ、ルーンもねつけてます。でまずキャラクターバーバリアンで、武器はね3つ目の青色の武器で、雷武器、このサンダースラッシュでめまいまた方向喪失のスタックに落ちダメージで20で100スタックされれば200追加される。でめまいであればクリティカル、方向喪失もそうか、クリティカルが判定されるので、それをねルーンで生かしつつで、ルーンの方でですね、このスキル習熟雷でアサシンのね、こっから見れるかな、抜いちゃうか、いやちょうどいいや、選びつつね見ますけども、ライトニングサージ、移動速度上がり、他のすべてのスキルに一時的にめまいを適用する。雷使わなくてもねいいんですけど、まあそうなるとね、まあとりあえず適用しやすい武器とかとりあえず入れて、まあトルネードとか稲妻召喚とかもまあいいかなと。でクリティカル習熟つけて、で7つ目のスキルスロットをダメージ下がっちゃうんですけど、これはシンクロニーとか振動パワーでどうにかなるかなって感じで、まあ雷出やすくしつつ早めにね引けるようにして、これいってみます。サンダースラッシュです。で元々持ってるオーバーチャージストライクは方向喪失、例えば元々ある場合追加でついたり、例えばサンダースラッシュはめまいをつけないけど、このダメージに与えるかつめまいを与えるみたいな感じになると思うんで、ちょっと一つねマルチ習熟も悩んだんですよね。マルチが起きやすくなればその分ねめまいとかが与えれてみたいな、あるいはまあサンダースラッシュ2つ持ってって、てかサンダースラッシュいっぱいとさっきのサージ一つでいけば、そのこうつけられないサンダースラッシュにつく効果も与えて 1.1 秒で回してみたいな、自分でつけてダメージ上げてみたいなね、そんなこともできるんじゃないかなと思います。でダメージこれベースになると思うんで、スタックごとに40ってやつね、ここにさらにクリティカルで判定がいって、マイナス特殊効果のクリティカル率ボーナスも含まれるっていう風にあるので、方向喪失とめまいがね効いてくると、これですよ。だから 20%、 まあこれ 2% ですね。まあこっちかな。じゃ追加でスタックくれるんですかね。まあ、ダメージを見ればわかると思うんですけど、よし、いよいよさらにダメージ上がることでスタックとダメージが増える、頻度上がる、103、違う、めまいだね、だめまいスタック110だ、ビームなんでね一発ピュッだけじゃないですからどっちが多いんだろう。でボルトでもランダムな敵なんでね、7個だから、まあ全体的に入れることはできるだろうと。ちょっとビームいきますか。で、頻度。で、クリティカル率も、ダメージも、なんでもいいですね。で、ジュピターの槍。これちょっとクルダン長いんですけど、4スタック。で、マルチ。いやー、すごいですね。で、これ選べるようになったので、スキル傾向、スキル習得か。これがね、ビルドをめちゃくちゃ作りやすくしてるから、昔やったようなビルドをね、いとも簡単に、再びね、作り出すことができると。とりあえず集めてますけども、肝心のやつ来てないですね。出しが早くなるって聞いてるんで、ちょっとさっき落としました。追加で3みたいな感じかな。さあちょっとね録画がバクったんですけども、とりあえずライトニングサージ入れれまして、
クールダウンが 8.5 で持続時間が8なので、ほんの少しでも上げればとりあえず問題解消で、適応スタック3なので全体に3を追加するみたいな感じかな。他の全てのスキルにめまいを適用なんでね。これさらにめまいが適用され、あとはサンダースラッシュの範囲とかが上がれば面白いかなと思っているところで、なくてももうクリティカルすごいですよね。これ 10%1 スタックが 1% ですよね。2で 2% ってなってて、100スタックできればダメージが5600増えて、かつクリティカルが発動する。うわー、ちょっとわ、全部欲しいな。全部欲しい場合ないんじゃね。ちょっと範囲にしますね。範囲とバフの効力かな。変わった？あ、足の速さしか変わらんか。いや、この適応スタックは増えんかなと。今あった鮮血の色ね、昔の最強アイテムですけど、おわ、あれもまたね、ちょっと入れれるようにして、神が生み出されそうですね。今回もだいぶ強いです。いや、これスキル習熟のやつめちゃくちゃいいね。斬撃がね、ちょっとこの次試してみようかなって思うけど、さあリクエストもらったこの雷は新しい化け物を生んでますね。うん、これロックで範囲かな。鮮血のねめっちゃ出てるあれそんな出ないんだけどね。ちょっとバニッシュして、お、持続タイプ2つですね。範囲ボーナスか。ちゃえーと、おー、どうしたか。100超えてる。簡単に100超えてます。あとは殴らないといけないね。やつえ、かなり強いですよ。1つ対2つね。まあ、マルチは嬉しい。お、雷のマルチ最高だね。ちょっとまあ、ロックしてもいいかな。あ、いや、あ、いや、これはもうロックで挟むしかないわ。スキラーもこれでいいですよね。ライトニングボルトがちょっと悩むくらいか。まあでも、どうだろう、スタブくらいかな。奇襲がね、なかなかできないと思うんで。でも 0.7 短いっすよね。マルチも結構ね溜まってきたと考えれば、速度低下でもつけてるか。まあこのままいきましょう。ライトニングサージはもう永続だね。永続ライトニングサージ。あー、スタブダメージ上げても多分変わんないっしょ。スタック数はクリティカル率かな。ちょっと確実にクリティカル率上げていきます。 5% でも確実に確実に。いいね、いいね。あ、これはいいです、いいです。頻度はもう十分。あ、効力、まあ適応したく変わんないですからね。つえ瞬殺だ、瞬殺。もういいや。さあ、オーバーチャーストライクダメージ、ダメージはねサンダースラッシュだけ欲しいんだけど、まあなかなか出ないね。はい、強い。ダメージボーナスいきましょう。で、範囲ボーナス。ダメージは基本的にサンダースラッシュだけでよくて、スタック数は増えないもんね。さあ、マルチ。
全体で欲しいのは頻度とマルチ、サンダースラッシュに限ってはダメージ、これで十分だろうと思います。持続タイプはまあないからいいかまあ一応持続ありますからビームがね、持続に関してもダメージ出てくれた方がいいかな。範囲はちょっと微妙ですね。速度低下また麻痺与えるとき弱体化、まあそれでじゃあそれでいきましょう。ちょっと今あれか時間、あでもクルダウン 7.78、 あじゃあいけてるよね。ここは全体のダメージちょっとでもいいからいきますか。ちょっとバニッシュしますね。あーうーん、でもこれもともと短いからね。どうにかしてサンダースラッシュを強化したいわけですよ。これ取るしかないね。いた、あもう死んでる。はい、さよなら。さあ今回この、ね、バーバリアンに持ってきたけど、まあ、別に逆側でも使えるよね。このサンダーシラッシュを追加してやるっていうのでもいいわけだね。まあ、とにかくこのライトニングサージ、サンダースラッシュがあればいいわけなんで、どのキャラでもいいかもしれない正直エレメンタリストでもいいし、まあこの使いたいパワー、このキャラめちゃくちゃ楽なんでいいですけどね。敵倒すと勝手に怒って強くなるんで、条件がねないから楽ですね。なんか足も速いしお、また出たのこれ2スタックかなこれね。でこの足も速くなるんで、クイックスタブだっけ、なんかありましたよね。でこれ確定クリティカルみたいなもんなんです、この総書院じゃない。切り裂け、うらさよならブロック、効力上げるか、まあどんだけ上げても変わんないですね、その数に関しては。3スタックなんで攻撃の速い関係ない武器っていうか、サンダースラッシュだけどやっぱいけそうじゃないかな。かこれ2つとかどうこれ2つこれ5個でいけばとんでもなくいけそうですけど、まあでもスタック3か、オーバーチャージこれ6でしょ。何かが10、あ、もう、チェーンライトニングこの感じで10もありますからね。どっちがいいかなぁ。5パーずつ。大した違いはない。リロールしよう。お、1つ2つありますね、マルチ。まあまあまあ。あ、サンダースラッシュの範囲、こっちにしましょうか。2つの。2つのマルチよりも1つのメイン武器の能力。だいぶ大きくなってますけどね。確定技はサンダースラッシュです。今だとスタックごとに122なので、139になりましたね、145になりましたね。なんか変動してるね、103、104、この怒りもあるのかな、この怒りでダメージボーナスついてますからね、それで変わってるんだろうと思うけど、もう終わりだっけ、あれそう、もう終わりか、もう終わりだ、強めちゃくちゃ強いですね。あんまりなんかうまくいった感ないんですけど、さあいきますね、戻りましょう。さあ今回はね、コメントで教えてもらいましたこのビルドですね。
バーバリアンの武器とアサシンの武器、この武器についてるスキルなので、まあ、他のキャラでルーンなしで実現することはできないし、まあ、片方側のキャラでルーンなしでも実現ができない、まあ、ライトニングサージがあるこのアサシンで言ってもこのねスラッシュがなければダメなわけで、ニコイチのスキルですね。これちょっと大幅に進化させてみたいなと。これだけでいけんじゃないかなっていうので、ちょっと応用編いってみましょう。